はい、皆さんこんにちは、黒押しです。ということで、今回ね、謎のタイトルを見ていて、くださった皆さんありがとうございます。はい。こんなタイトルで開いてくれて本当にありがたいんですけども、僕のね、ちょっと BF の戦績を紹介する前に、ちょっと少しだけ余談をさせてください。この動画を撮るきっかけにもあった話ではあるんだけど、昨日ですね、12月の12日の、いつだったかな、いつか忘れたけど、12日に、僕の YouTube チャンネル、今、皆さんが見てくださってるこのチャンネルの登録者が500人突破しました。はい、クロースチャンネルですねの登録者が500人突破しました。ありがとうございます。はい、ずっと登録者が伸びてなくて、去年からね、2019年の秋頃ぐらいから全然伸びてなくて、登録者が450人で50人いかないぐらいで、もう完全に止まってたんですよね。そこからなんとか、50人ぐらい増えて、500人突破できたということで、非常に嬉しいです。ありがとうございます。本当にこのねことが言いたかった。ありがとうございます。本当で、目標としてはやっぱ登録1000人を目標にしているので、折り返し地点まで、来れたということなんで、ここからねなんとか1000人まで行きたいかなって感じです。で、そのせっかく1000人、せっかく500人かっていう折り返し点まで来れたっていうのと、この動画のパート数がシャープ150ということで、150本目の BF5 動画なんで、正確に151本目なんだけど、ということで、この戦績をちょっと紹介しておこうかなと。はい、そしたら、シャープ200とかでまた振り返れるし、250とかでもね振り返ったらまたそれで面白いんじゃないかなと思うので、そういうのも込めてやっていこうと思います。で、一応僕のバックボーンを話しておくと、B4 から BF を始めて、それ買ったのが2014年の7月頃に買ったので、今5年半ぐらい BF をプレイしてるプレイヤーとなってます。BF4 は軽くやっただけ、そして BF1 からがっつりやって、そっからがっつりやってるプレイヤーです。はい、そういうのを一応置いといても、情報として置いといてもらって話していきます。はい、まずバイシム、これは、僕はちょっと趣味で設置だけなんで別に気にしないでください。はい、キャリアランク93、93が高いか低いかって言われたら そうでもないと思う。ちゃんと BF やってる人だったら今平均ぐらいのランクだと思います。はい、そしてこの辺は多分関係ないから、無視しておいて、勝率が 66%、高めだと思いますね。で、KD は後ほど触れるとして、時間が273時間と、これは多分ね、少ないと思います、むしろ。やってる人からしたら少ない。僕、SP も高めのプレイをするので、その割にはランクは高い方かな。時間とランクの割合で言うんだったら高い方だとは思うんだけど、決して多い時間ではないね。今月中に300時間は突破しそうな感じではあるので、そうだね。その次のね、動画を、そのシャープ200とか撮るときとかにどれぐらいこの時間が伸びてるかっていうのもちょっと見てほしいね。ここから統計情報。先ほどの勝率ね、722勝を380敗。いい割合だと思いますね。僕結構勝ってると思います。だから、分体コンクエストとかで一時荒稼ぎしたからね。で、KD 比、キルが、26,047 にですが、1,013 です。はい、これで KD が 2.6 と、ほぼほぼ 2.6、 完璧な 2.6 だね。で、2.6 なんで、そうだね、次の動画を撮るまで、次のこういう動画を撮るまでに KD3 を目指してます、僕は。3まで、正直母数が増えすぎちゃったんで、3までいけるかどうかって言ったら怪しいけど、でも3を目標にしてる、最終的には。3、歩兵戦で、この KP も保ったまま3いってたら結構猛者だと思いません？と思います。なんかそういうので、猛者になりたい、せっかくなら。っていうところで、KD3 ぐらいを目指してます。で、キルパーミーツ、KPM が 1.6。それ結構高いんじゃないですかね。やっぱ突っ込んで相手を倒すプレイをしてるので、そういう KD
と KPM はちょっと高めかな。高めっていうか KPM 高めで KD が低めかな。ナインさんとかね、 KD さんありますからね。はい、で、SPM が591、まあチェックには592ぐらい、まあこれは多分高いね、数字としては。もともと600あったんだけど、最近ちょっとねスコアを意識するプレイっていうのはしなくなっちゃったんで、まあそういった理由で少しずつ下がってますね。とか TDM とかよく遊んでるんで、そういう理由で下がってます。もともとは600ちょっとありました。610ぐらいあったかな。で命中精度が 0.2、 まあ 2割、うん、まあ野球で言ってもそこそこじゃないですか、2割打者いいと思います。まあ B ファンの頃はね3割あったんだけど、ちょっとまあ今のこのゲーム性からして、僕はあの SMG ばっか使ってるんでこういう風になりました。で、まあ、先ほど言ったプレイ時間273時間、でまあこんなもんかな。ヘッドショットの目あれがすごい短いね、多分これは間違いない。で、まあ、奪ったドクタグ94、これはまあ親切でたまにするからぐらいかな。フラッグ数とか、まあこの辺も多分よく取ってる方だと思いますね。僕結構フラッグ取るの好きなんで。でもヘッドショット率がひどいね、やっぱり。ヘッドショットキルが4204で、キル数が26000ということで、まあ結構動物で倒してるよね。こればっかりはね、もう癖諦めてます。で、最多キル武器がストーミーですね。まあやっぱ発売当初から1年間この武器を使ってたんで、5000キルですけども、まあ結構いいキル数だと思います。で時点が STG は3151、発売当初はもう STG44 使ってばっかりでしたね。そっから装備をちょいちょい使うぐらいようになって、装備に完全移行して、まあその上でまあ装備を使い込んでいたということですね。まあ、他の武器で言うと、まあ戦地で超えてるものだと SMG のトンプソンとかを超えてるかな、もしかしたら。それぐらいだと思います。あ、超えてなかった。何か超えてる武器はあんまり感知してないんだけど、ああストレムリビアとか超えてますね。あと SF、 この辺のねアサルトライフル、やっぱ僕好きなんで超えてますね。この3種類は初期からあるストレムリビア、 SF、 STG が戦地で超えてるぐらい。まあ多分その他で言うと、まあハンドガンとかも今作はそこまで使ってないんで多分超えてないですし、あ、ショットガンがいいですね。ドリリングが1000近いぐらいかな。で最近まあよく使ってるステージ型がまあ800キルと、まあ今後多分ねずっとこいつが台頭してくると思うんで、まあこの調子でいくと半年後には装備は抜いてるかな。装備全然使ってないからね。てか早かったら3ヶ月ぐらいで抜いてるかもしれない、ステージ型が。まあそんな感じ。はい、まあこんな感じいいかな、大体伝わったと思います。武器とかも、まあ陛下とかも一応見とくかな。陛下とかも言っても見たところでだけど、キル数が、まあ、陛下突撃兵が9092、衛星兵が1万近いぐらい、石膏兵が2000、援護兵が5000、キルデス比は大体同じだね。2.8 とかマックスがで 2.5、 2.2、 まあやっぱ SR がやっぱ得意じゃないね。 SR は苦手です、やっぱり。とか命中率だけはちょっといいけどね。命中率がまあ他はこんな感じかな。まあ 2.68、 2.41、 2.29、 まあ大体同じぐらいだよ。どの兵が使っても僕は同じぐらいの先生出すプレイヤーということで、まあやっぱ一番最初に目指すのはね、オールラウンダーっていう、その全てのあれが使える人っていうか、まあ、全ての陛下をうまく使えるようになりたくて、やっていたので、まあそういうところですね。こんな感じでいいでしょうかね。まあ、大体紹介できることは紹介したと思います。まあその他にも気になることがあればね、まあ質問等は受け付けてるんで、よろしければコメント欄へどうぞ。っていう感じで、まあ今回は100、せっかくなんで150、シャープ150とランクじゃなかった、登録者500人の、まあトップ、明日記念動画でございました。ということでご視聴ありがとうございました。バイバイ。